三寒章は純正章と双平形をなす八卦章のエッセンス的な攻防心法です。敵を追撃の感性の中に使わせ、不意をついて転身して攻撃し反対側へ回り、本身発力によって急速旋回しながら攻撃を再開します。実戦の速さの中でこの攻防進歩を行うためには、激しい感性に勝つための繰り返し練習による慣れが必要ですが、シンプルゆえ誰でもできるようになります。敵が円後方から迫ってくるイメージを持って回ります。候補のタイミングは八歩回ってからではなく、敵の進行する円軌道を覆ったらです。老僧高圧完了と同時に反対側の肩を入れます。間髪を入れず大きく進歩戦章を打ちます。水増し基本功水の要領で円の中心に手を押し出します。前足を一歩踏み出し反対側へ向かって歩き始めます。後方から来る敵に振り向きざまの牽制攻撃をしながら反対側へ駆け抜け、再攻撃するのが単干渉です。老僧宅発などによる転身攻撃で敵の胸を突き、反対側へ回って旋回しながら本身発力攻撃をします。遊撃戦の中で敵への通り抜け攻撃をしてそのまま通り過ぎます。カッポにて敵の下中を駆け抜け移動しながら、追撃してくる敵の進行方向上に覆いかぶさる状態に持っていきます。そのタイミングで老僧宅発をし、写真戦勝で反対側へ突き抜けます。本身発力を利用して本身白打によって旋回しながら攻撃をします。単干渉の攻防進歩は当方と相性が良い。身体移動転身の推進力を羽面に乗せぶつけるイメージで通り過ぎます。追撃してくる敵を横目に見ながら移動しつつ、敵の進行方向を覆います。敵が自身の攻撃射程内に入る直前に振り始めます。刀を当てながら反対側へ駆け抜け、旋回を開始し、本身発力による身の翻して刀を敵に当てます。